はい、今回は、はい、パンク修理をパンク、はい、説明したいと思います。はい、実際レースでもパンクすることがありまして、あ、その時も自分で直さなきゃいけないというルールがあるんですね。はい、わかりました。はい、では実際に交換をしていきたいと思うんですが、はい、まあ、パンク修理など、まあ、もしくは持ち運ぶ時に車輪を外す時は、はい、必ず前のギアは内側の小さい方、はいはい、そして後ろのギアも一番外側の小さい方に変えておくとチェーンが緩んで外しやすくなります、うん、はい、こういった工具を使ってここに差し込んで、でこれを緩めていって、うん、引き取ります。お、でこれを抜き取った後はとても簡単で、ただ上からポンと叩けばこのように外れます。へぇ、はいはい、ここにネジがついてますよね。はい、これを全部抜いちゃってください。こういったレバーを使います。タイヤレバー、タイヤレバー専用の工具を使うんですけども、はい、この上を向いているところをね、タイヤの端っこに差し込みます。もうどこでもいいのでね、はい、で差し込んで、そしてこれをここに引っ掛けてみます。おー、でもう一本が少し離れたところにこれを差し込んで、でこれぐらいの幅になったら、はい、もう一回ぐらいやると、もうあとはこれをぐるーっと回せば、おお、一周させてください。外れてる。あ、全然力いらないですね。簡単に外れていきます。はい、OK、で大体このチューブが何か穴が開いたりしてるので、これは交換する必要があります。はい、はい、でもう一つやることがあります。はい、はい、タイヤに何かが刺さってる場合があるんですね。うん、そうすると、新しいチューブを入れてもまたパンクしてしまうので、意味ないですもんね。はい、必ず新しいチューブを入れる前に何かがまず刺さってないかなっていうのを一通り見て、はい、はい、チェック、はい、ここからこのタイヤのバレルをここに差し込みます。差し込みます。はい、はい、これが入ったら今度はこのタイヤの中に、はい、タイヤの中にこのチューブをしまい込んでいきます。はい、はい、そうしたら次にリムといいます、タイヤの車輪の方に今度はしっかりとこのチューブの中に入る、この受け皿の中にチューブを入れる。はい、はい、でこれを外側にどんどん、少しずつ入っていきます。はい、半分ぐらい入ったなというところで、はい、こう下に一回置いていただいて、はい、この入っていってもらいますよね。はい、このタイヤだけを持って一回体重をかけて、ちょっと引っ張りながらやってあげると、このタイヤが外側にこう寄っていきます、ね、でしっかり寄せた状態でこう持ってください。はい、そのまま親指を使って、はい、こうやって入れていきます。最後、お、入った、ね、はい、入りました。タイヤを入れ込んでいきます。ちょっと力が必要ですね。はい、下に入れて押し込む。で上に引っ張って、はい、締めて出来上がりです。ほう、工程が結構ありますね。でも、はい、うん、ちょっと慣れないとなかなか難しいんですけども、はい、ね、そうですね、覚えないと、はい、はい。